1月のねやっぱ末になってきて、枯れ葉がね山の近くなんでね、枯れ葉がものすごい集まるんですよ。風も強いしね。だからまあ今年はいつもこの1月2月に堆肥作りするんですけど、去年はねもみ殻と米ぬかと両方やってみて、でまあもみ殻を使ったら結構ねいい堆肥ができたんやね、これね、うん、まだこれ残ってる部分があるんやけど、これそこにあるやつを今年混ぜてね、ここにも菌がおるからね、結構いいのができたんですよ。これだけのこれ何畳やろうな、畳2枚分あるかないか、1メーター80角ぐらいで作ったかな、2メーター角ぐらいやったかな、1、2、3、1、2、4やから40センチのブロックが1、2、4個やから46、1メーター50角ぐらいか、うん、これにサンドイッチにしてね、ずっと去年はもみ殻でやって、はい、まあ結構いい堆肥ができたんで、今年もはい、やってみたいと思います。ただね、この何やって、これをもう一緒に混ぜて、今年は違う方法でチャレンジしてみたいと思います。自然の暮らし、ヒンポン広場。ほんまに綺麗に作ってるはい、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。1月28日、ほんまにね、年明けて1ヶ月早いね、もう月末、またお1日の準備せなかった。何取れるんやろな、大根、白菜、もうだんだん終了してしもてね、今はもう1月、2月は、土作りね、せなあかんねんけど、去年もね、こんなことしとって、で、この前ね、花火でよ。この前ね、1月言ったら結構暇でしょ、暇言って、いや他の人忙しいと思うけど、畑しよう、菜園とかねしようような人たち言うたら、もうほんまに1月2月言ったら、まあ、3月ぐらいになってたらね、花の種植えたりゴソゴソする準備があるんやけど、まあ今のところはね何もすることないので、まあ金峰の場合はまあ動画をね部門別で、ようさんとっとってね、今年で6年目になるんやけど、菜園ね、自然栽培の、なるんやけど、だいぶようできるようになってって、まあ、それもほら、堆肥作りのおかげで、何を言いたいか言ったら、部類別したんですよ、ようさんも。何本まで今400ぐらい作っとんから、動画。いろんな動画ね。でも、ごちゃ混ぜになってしもとうから、金本動画言うたら、もうなんやかんや、一緒ごたんにしてもてね、これはこれ、あれはあれって、皆さん作っとってる人多いんやけど、もう Vlog 系で何やっとんやろみたいな、もうことばっかりやっとうでしょ。それで、1月の間にね、この間分けて、で、まあ、調理しようやつとか、あんまりせんけどね、調理しようやつとか、保存食したり、乾燥食材やってみたりね、そこ畑の日常と、それからお風呂に入っとね、あまり見たないような、あんなんやつとか、ちょっと分けてみたいね。うん。ほんで、まあ、堆肥作りもね、結構、まあ、参考になる動画が、参考になる言うてくれてる人がよさおってるから、ほんで、分けてみた。うん。で、去年やっとうのがね、もう覚えられへんね、米ぬかぼかしいうのがあってね、それもシャープの、井戸の井の、シャープね、ハッシュタグ4やけどね、専門的には、ハッシュタグ言うても何やろうみたいな感じ、ハッシュドポテトちゃうで。米ぬかぼかしをね、最初にやったよね。米ぬか、またこれ、あれ、無肥料、もろてきたんやけどね、去年ようさんもろたんやけど、今年あんまりできひんかったんか知らんけどね、おねだりできひんかってね、一袋だけもろてきて。で、米ぬかで、ぼかしね、ぼかし言うたら、菌によって発酵させてね、作る肥料のことを言うんですね。うん。で、それを一つ作ってみたんが一つ。それからハッシュタグ292番目、292、うん、それでもみ殻ももろてきて、もみ殻でぼかしを作る方法もあるからいうことで、それもやってみたいね。でそれが、ハッシュタグ、293、うん、あれよかってね、もう一回見てほしいんですけどね、去年の動画もしお時間あったら、今日のよりで293がその作ったやつで、作った工程で、294番いうのはその経過なんですけど、あれもね、真ん中辺から後ろぐらいに入れたんやけどね、ここめくってね、温度計させたら、温度がね、2月の寒い時やけど、まあ今やったら10度ぐらいしかならへんでしょ。うん。だけどね、次させてみたら50度ぐらいまで温度上がって、いや、そりゃそう、暑かった。手入れて、混ぜなあかんねんけどね。うん。な、暑かってね、で、やっぱこんなに発酵しようやな、いうことで。あれはね、
納豆菌使うてねしたんです。もみ殻に入れて、ほな固まらんとね、綺麗にほぐれて、作るにだいたいまあ 1,2 ヶ月かかるんやけど、今しといたらね、夏野菜を作るときにこれをそのまま使えるんやね。うん、で便利が良かってね、うん、夏野菜のほら、きゅうりトマトとかね、うん、作る時から使えるんよね。ちょうど発酵して、でも空っぽになってもないね。ごぼうを作ったりする、ごぼうの袋植えする時にもそれを半分からした、これ1号でねだったらようできてね、こんなでっかいやつがダイソンの100均の種でね、うん、だからまあ今年もやってみよう思うんやけどね、まあなんせこのご時世ね、値上げラッシュでしょ。うん、だからいろんなまあ小麦粉やのなんやかんやがどん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 もう値上げして、またガソリン170円ってどうよね。もうどこも行かんとこかみたいな感じ。もうこんだけいろんなもんが蔓延していってほしいね。うん、偉い時代になってまいよ。それからなるべくやったらね、自然野菜作るんでも肥料も上がりょうみたいからね、牛糞とか鶏糞とかいろんな化成肥料とかも何もかもが値段が上がってきようから、野菜作って100円そこらのもんしかできひんのにね、高い肥料使うていろんなことしてもしょうがないでしょ。で今年はね、キンポン、これ去年のやつも参考に見てほしいのは思うんやけど、これ山際やから枯れ草がものすごい、これ出てくるからね、枯れ草じゃないわ、落ち葉に白カビができるね、なんとか言うんやけどね、白カビが出てそれも堆肥になるみたいなんでね、今年はねちょっと米ぬかと菜種油と油かすね、菜種油って油かすね油かすで発酵させて、でそこで納豆ね、納豆菌使うてさっとかけてやっていこうと思ってます。もみがら、もちろんもみがらもせっかくこの間ね調達できとうからね、それ使うてここで今年はねちょっとやり方も変えてみようかなと思ったんでね、そういうことで今日も堆肥作りということでよろしく。枯葉はねもうほんまにもう集めてったら何ぼでも入ってくるんよね。これ枯葉菌っていうのは離島上菌っていうのかな、前もこれやった時にね湿ってきたらこの葉っぱについた菌のやつで白に糸状になったやつ、あれがええらしいんやね。腐敗していくんにものすごいその土に変えていくええやつらしい。でそれでまあ米ぬかで作ったこともあるんやけど、固まってしまうから、それでまあ油かすよ、うん、言うとこれね、うん、これも手助け役になるんだけど、これ買うたら1200円ぐらいするからね、なるべく安上がりでいきたいでしょ。あまり予算使わんといきたいでしょってキンポンの考え方だけど、うん、でこれもみ殻90リッターの袋まるっとまたね、5袋かとか予算戻ってきた、これをベースに、下敷きにして、で前に残ってるやつと利用して、前に残ってるその残務のね残ってるやつと加工したら、前のね畑で使ってブルーチも混ぜたらええらしいんだけど、うん、ええのができそうから、よいしょ、まあこれぐらいにしといてちょっと置いとこうかな、うん、一回作ってええ味しめたよくこっちに置いたやつは枯れ草堆肥ね、うん、やっています。で同じようにまあ土足でねこれをしてほぐしていって土台になる、下地、まあ下敷きにしといて、そこへもうぼちぼち去年と違ってこれを混ぜていったらどうかなと、うん、まあ何が正解かわからへんねんけどね、去年は去年でいいのができてね、うん、カブトムシの幼虫なんかもこの中におったりして、知らんとね害虫や思ってポイ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 って出るんだけど、もったいないことしたな思って、うん、こういう感じに、していって、もうどうしよう、枯れ草要素あるからもう一つ入れとこうか、ガバッと、こんな感じで、うん、年々ね畑の出来がようになっていくようなのは違うもん、出来ていくようにね、なんか楽しい、うんうん、自分で肥料も作ってね野菜作りして、よいしょ、農業いうかこのほら田んぼしてないからね、だから野菜しかしてないんだけど、なんかこれもらいにいただけるところでもらわなあかんねんね。よし、こんな感じで、これ中心に、はい、こんな感じでくぼみをつけて加工させていくんですね。よいしょ、でここでまあどないでもね発酵していきようもんやから、どれぐらいにしようかな、
3分の1とかっていう言い方しとったけど、今年はちょっとこれぐらい同レベル、ちょっと少ない、2分の1ぐらい、うん、一応こんな感じ、遠目で見たらこんな感じよね、うん、はい、ここへ納豆菌を落とし込もうかなって、ちょっと今年初めてなんでね、これ、うん、一回この感じで もみほぐしてみようか、こう、いや何が正解かわからんけど、去年のやつはうまいこといきました、うん、これを手助けに、発酵がね進んでくれたら、これ何やろ、何やろ、竹田さや、別にかまへん、はい、うん、うん、この葉っぱがねうまいこと、突き込んで腐食腐敗してくれたら、もうそれで言うことないんやけどね、うん、そうやな、うん、でここでもう一回入れて、で中心にね、下にあの米ぬかと油かす入れたんは熱を持たせたいからね、うん、去年のあの感じにとってやっぱり中心から発酵させようみたいな感じやから、うん、それで今回は実験的にこれでやってみようと思います。変なぼかし作っても宇治が湧いたりね、腐ってしもたら意味がないから、使える堆肥作らへんかったらね、せっかく油かすやったってこうやってそういうことやから、はい、ええ感じに混ざってきたような感じする、うん、そんな感じですはい、こんな感じでね、あとね、シャワーで、納豆菌をバーっとかけて一回これで終わってみようかなと今回はね思っています同じことやけどね、去年は納豆、3パック使うたんやね、で3パック98円ぐらいやんね、だから30円ぐらいのやつを、1パックに、1リッターの水いう表現でしたんやけど、まあよう、仕事してくれてね、この納豆菌も、うん、今年ちょっと量が少ないと、もうこのご時世やからあんまりお金使わんとね、やってみようかなと、で自然の葉っぱ入れとうから、まああれのその糸状菌いうのも出るやろうし、そんなにまあ寒い時やからね、発酵に力をつけるために、まあ納豆菌とか牛乳腐った牛乳とかヨーグルトとかね使うんやけど、まあ去年も同じ話したんやけど、その動物性の菌よりもまあ自然栽培やっとうから、自然系のやつがねええかな思って、だからまあ今回一バッグだけでやってみようかなと思ってます。はい、でまあ上ロット、これ一応これ4リッターのいつも金本飲むよ、4リッター焼酎ね、うん、よう役に立ってね、毎晩飲みよったら、なんぼでも溜まるから、この瓶で備蓄の水、溜めて置いとってみたり、こんなん使うたりね、やってないけどね。うん。まあ、これ、今回は、これ、一パックだけで、ちょっと手助け程度にね、もうしようかな、思って、もう絶対これ使わなあかんいうことでもないからね。うん。去年と同じことしよう。納豆菌ね。うん。よう飛ぶらしいから、服でもついたら、要注意、酒造会社にね、研修に行った時に、絶対納豆食べたらあかんで言ってね、お米にお酒に混ざったらどういうことになるらしいから、うん、同じ菌でもね、うん、そう、そういうことでね、今回は4リッターにこのやつ、1パック、うん、でやってみたいと思います。なかったもできる思うんやけどね、去年の雰囲気から言うたら、まあ寒い時やからあった方がいいかなってことで、うん、これよいしょ、水でこうドローとしとこう、うん、そのうち土がようなってったらね、枯草堆肥でだけでもいいかなと思うんやけど、まだまだね、うん、砂利やったとこでこんなことしようからね、うん、それでももう今年で6年目になるんやけどね、何の肥料も使わんとね、牛糞も鶏糞も使わんとね、うん、積んではのっけて積んではのっけて、枯草をね、うん、入れてしとうだけやけど、だんだんできるようになってきました。風が吹くんやけど、今日ちょっとあんまり風ないから、これを今からバーッとかけていきますね、うん、
もう一杯足したろうか、まだ最後ね、うん、我慢して、ちょっと混ぜてみたんやけど、だからまああの4リッター1本分で今瓶ちょっとこう、足でね混ぜただけなんやけど、でちょっと握ってみてベチャベチャにならん程度で、パサパサにならん程度だから、もうちょっとあのこの上に加水をしていって仕上げた方がいいかなと今思ってます。だからまあこのぐらいやったらちょっと乾いた状態からね、ちょっと握ってみて、去年みたいな感じでよかった、握ってみて、あの固まった状態でボロッと落ちたみたいな、そういうレベル、うん、にもうちょっとしたいなと思ってます、はい、この上にね、あとちょっと水を加水をして、いきたいと思います、うん、あんまりやりすぎるせなんか、よう見ないね、うん、ちょっと乾いてます。こんなもんでいいかな。あんまりね、あの濡らしてもたらあの腐るでしょ。で乾く、で乾きっぽかったら発酵せえへんねんな。マイルでね。大体もう感覚や、うん、なんでもね、うん、まだあのボロボロ飛びようからね、うん、あのじとっとしていった、ようすで、あのぬかが入っとったら、うん、ようすようすってよく吸うっていう意味ね、簡単でやからね、よいしょ、あーええ感じになったわ、うん、はい、そしたらねちょっと身に入ってきてください、はい、どんな感じかちょっと見てください。一応ねこういう雰囲気、うん、なんとなく濡れててなんとなく乾いててっていう感じ、うん、これだからわぬかのいい香りがしてるわ、うん、でここに納豆菌も一緒に混ざってほしいね、キュッ、こういう感じ、もみ殻がね多いから、米ぬかだけの
あのぼかしを作るときはギュッと握ってでポロンと落ちたときにポロポロっとほどけるみたいなね、やり方でしとったけど、これもみ殻ソフティでしょ、ほら、うん、このぐらいの湿り気、握って離したときのあのぬかの香りがええこと、すごいわ、あの精米所におるみたいな感じで、ここで枯れ葉についてる菌も一緒に利用してい、きたいと思います、これね、うん、まあこんな感じで仕上がりました。はい、これでね、蓋をするんですけども、ね、毎年やってるのは後期発酵いうかな、光空気と光を利用してみたいな、真っ暗の中に締め付けてするんじゃなくてね、あれです、この 空気に触れさせて、うん、発酵させていくから、去年と同じやり方でやってみようかな、この、はい、こうやってね層を作っていくことね、わっとこんな感じでペタッと密閉させんと、よいしょ、こんな感じで、で最後一つこうしといて、で、あと上にポンとねかけた時にこうしようか、こんな感じで、ね、前傾で見たらこんな感じ、うん、それでカバーをこうねかけて、よいしょ、風が強いからかけて終わりにしていきます。はい、よっこいしょ、で、もう一つ瓶がこれ、よっしゃ、完了、いうことでね、いうことでもういいから、もういい、もういいぐらいたっぷりつけました。はい、いうことでこんな感じでシート、2枚掛けにしています。1枚でもいいんやけど、まあちょっと雨水がね、入らんように思って、とりあえずシート2枚掛けにしてます。ごつ大雨やったらね、もう1枚ぐらい掛けてもええかもわからへんねんけど、まあ、はい、そんな感じで、今日28日やから、だいたいね、2、3日したら温度が上がってくるんですね。だからまあ、2、3日後、2月入ってからもう一回経過報告ね、去年と同じように、次の動画で、お1日済んでぐらいから、2回また、温度が上がり始めたら発酵するから、均等にね、混ぜてやらんとあかんねんね。で、混ぜてあげて、どんどん発酵を促していくから、もう一回それ見てほしいなと思うんでね、またその時に見てもらおうかな。ということで、今回はね、ちょっとまあ、やり方を少し変えて、落ち葉を利用して、堆肥を作ってみようかなというふうに、思っています。はい。お風呂ね、入ってきました。もうよう飲むね。もう何時になったんやろ、12時が今日はなんかね、もう起きろって、じゃあ起きろってじゃないかいただきます。うん、最後ね、ちょっとお伝えしたいことがありまして、またちょっとマック動画、前の人にね、でちょっと見てください、前のこのもみ殻ぼかしの経過報告のやつで温度が上がるっていうね、やつだけちょっとね、見ておいてくださいね。これ、ちょっと実際また見てもらったらええと思うんやけど、うん。見たかって、これね、聞こえるかな。
自分の動画やからね、あの別に問題ないと思うんやけど。はい、キンコンです。前回のね、動画で、ご紹介をしました。もみ殻のね、もみ殻ばっかりでやったんです。去年ね、納豆菌入れて。だいぶ、11やから11、12、13、14、3日経ってます。今日、今お昼過ぎね、結構、いい感じで。3日でね、温度上がってきたんやね。今の温度が、もう喋らんで言われるもん。13度やったね。今日の温度ね、結構上がるって、13度から13度とか、ね、ラジオの動画結構上に上に踊ったから、これ、しよったの。で、これをちょっと突き刺してみるね。すごい、なんか、かぐわしい声になってるんだけど。ちょっと、熱。よいしょ。湯気等でしょ、これね。ということでね、経過、観察経過、報告です。同じ顔。よいしょ。で、触った感じがね、ちょっと熱いわ。なんか抜くんやね。熱々しいっていうか、めっちゃ熱い。もう温度を伝えられへんのがちょっと残念なんやけど、これほら、室内用の温度計なんで、もう振り切ったらごめんね。ギュッと刺したんやね。なんかこういう感じになってます。今こう、ナイロンに入れて、突き刺してるんだけど。100均の温度計やけど、一応当たったんやね。熱いわ。やっぱり発酵しとんやね。感動する。うん。これ、ね、初めての経験。ちょっと違うんがね、ぬめってるんやんな。ああ、ぬかやからかな。ね、納豆が混ぜとうから、ちょっと匂いが違う。うるさい、これ。加熱先になったらここまで熱上がらへんねんけど、ごっつい熱いわ。ちょっとこれ正解かもね。もみ殻やから、これぐらい納豆菌使った方がいいかもからね。納豆菌のおかげかもわからへん。で、ここにね、また途中経過で、カビが生えた、時ぐらいに、カキ殻とか、アルカリ性の、前喋ろうか喋らんじゃん。これ、このままでもいいんやけど、すごい伸ばしてもらいますわ。感動です。はい。これ、これ。これからですね。はい。まあね、全体的に、湿気てる感じ。で、ぬか漬けっぽいね、香りは。なんとなく。湯気が出た。見えますね。もう50度超えてるかもわからない。結構、熱いかもわからない。わぁ、あった。こんな感じでね。生になってる部分があるので土になってる部分とね、これを攪拌してもみ殻とぬかだけでやったのよ。これ発酵したいよ、してるんで、はい、まあいいかな、見えるかなあれ50度系やから、50度、50度ちょっと下がったけど、もうだから50度以上あったかもな。まあいいやね、分かってる。あれやったら50度ぐらいになってると。はい。ということで、まとめますね。50度以上にはなるって聞いてたんやけど、外気温が13度でね、50度になっとって、手入れたらごっつ暑かったよね。だからもうすっごい発酵しよう、いうことがお伝えしたかったんと、それとぼかし作りがご存知の方はね、よく、分かっておられると思うんですが、ぼかし作りって何なんてね、肥料を普通に肥料を買って家庭菜園で作られてる方って、まあ、ぼかしのことはあまり、認識がされてない方もいらっしゃると思うんで、補足なんですけれども、有機物に、よってね、発酵を促して、堆肥を作るということで、いつもやってるのは、金本広場では、草を刈ったりとか、その植物の残骸をね、発酵、自然堆肥として、土の上に積んで、自然発酵させていきながらっていうことをやってるんですが、それでも、経年変化で、全部土に、ミミズとかね、微生物によって土に変換していくんですけれども、このぼかしっていうのは先に、発酵させていく、納豆菌とかその枯葉菌、その、市場菌っていうか、そういう菌を使って先に、発酵させていく、その堆肥、ぬかとか、もみ殻とかいろんなものを使って先に発酵を進めたものを堆肥として、次の野菜の時に使っていくから、それの堆肥の、その、なんて言うたらいいんやろ、土に入ってる、割合、土に入ってからの、栄養度、っていうたいから、土の、金本的な土の磁力が、力ね、が高まるから、何者がよく育つっていうね、ことかなと、認識してます。だからまあ、市内よりかは、草を摘んでいくっていうことよりも、かは、この冬の間に先に用意しておいた方がいいかなと思ってね、数年前からやり始めて、去年これでよかったんで、やっていってるんですが、じゃあいつ使うんってなんでしょう。
うん、だからこれも発酵させるとあかんからすぐ使えへんのよね、こういうのってね。なんか金一本的にはあの夏野菜の頃だから、今1月にやってるんで1月2月に堆肥を使ったやつを5月とか6月の夏野菜を育てる時にねすぐ使えるから、おかしい、混ぜ込んで化成肥料みたいに混ぜ込んで2週間置いてっていうんじゃなくって、まあ、苗物を植えて成長させていく、トマトとかナスビとかキュウリとか育てていくときに、結局まあマルチしないんで、積んだ枯れ草堆肥を上にのけてね、で、湿地帯のようにして、湿潤させた状態で野菜作り、夏野菜を作ってるんやけど、その時にねこの堆肥を下に入れ込んでやるんだよね、株元にふっとこう人に入れ込んでるね。そうしたらやっぱりその発酵が進んでる、このぼかし堆肥っていうのが相乗してその上に乗っかってる枯れ草堆肥だけでは堆肥化しにくいやつがこちらの分が先にいてくれてますんで、すごいなんて言ったらええんやろ、磁力が高まるっていうか成長が良くなるんやね。だからまあそこにまだ米のとぎ汁をやったりとかってね、やりながらやってるんですけれども、あんまりこう生々しいものを投入しすぎると今度夏とかやったら細菌以上に虫が湧いたりとかね、するじゃないですか。だからそこからこう腐食が違う方向に進んでいって、なんか病気に違う病気になったりとかね、その部分がまだ今自分の中で研究段階ですが、これを使うから結構加速度的にね、乗っけて乗っけて積んで積んでっていうね、枯れ草堆肥の速度っていうか、なんかこう違いがね、できたような感じがします。で、まあ、今回もね、皆さんにお伝えしたかったのはこの自然栽培の中でもこういうそのぼかしっていう名前がついてるんですけれども、この堆肥をね先に作っておいたら夏が結構ね、助かりましたんで、はい、今回もこれで、動画を作らせていただいたんですが、最後にね意味がちょっと理解がされてない方が、もし失礼なんですがいらっしゃったら、ぼかしってなんなんてなったらあかんのでね、またまた飲みながらちょっとね、はい、いつも最後まで、ご視聴いただきまして、真面目に、はい、ありがとうございます。ちょっとバレてるな。ということでね、また次回も、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、では、ほな、また。